営業所名古屋市営バス5基礎。営業所は、愛知県名古屋市昭和区5基礎通り3丁目12にある、名古屋市営バスの営業所である。最寄りのバス停留所は、5基礎通りであり、主に昭和区西部の路線を担当している。名古屋市営バスで数少ない、幹線系統を担当しない、営業所である。1984年の再編で、それまでの、77、 79が感染4に取り込まれた時に新設された。本系統は、金山と矢後と日赤病院東にある、妙見町との間を桜山、石川橋経由で結ぶ路線である。旧番号は85。本は長い間金山名古屋大学前という経路だったが、2004年の名城戦前通により、矢後と名古屋大学で、 地下鉄と競合するため終点が妙見町へ変更された。地下鉄より所要時間がやや長いものの地下鉄では改ま橋経由で大回りとなる金山、矢後と日赤病院をショートカットで結んでいるため終点変更後も利用者は比較的容易出入は入庫が平日のみ、出庫は土休日のみ設定がある。入庫便は2003年の再編までは 名古屋大学前発22時と22時30分という2便が運行されていた。また、出庫便は、始発の名古屋大学前行きとして、毎日運行されていたが、2004年の再編から、平日の始発のみ、本が運行されることになった。なお、2003年までは、金山行きの始発は出庫の関係で、矢後と日赤病院発であった。 営業係数が89であり、東交通局では数少ない黒字路線である。市は、私立大学病院への交通の利便を図るため2004年に新設されたが、平日のみの運行である。私立大学病院では、折り返しができないために、滝子から脇道に入って、先に、私立大学病院から回り、本の経路に合流して金山に戻る。 平日日中は本と市が毎時2本ずつ約15分間隔で交互に運行される。土休日は本のみ30から40分間隔で運行。名城線全通前の2004年までは本のみが日中毎時4本程度運行されており、朝夕などには金山、博物館という支線があった。本系統は金山桜山を走るた系統とは異なり、 副担当営業所がのなみではなくいのししだかになっている。9、出入庫、49。系統番号からわかる通りも、ともとは、金山送り込み用の出入庫系統であるが、出入庫系統にありがちな時間帯によるばらつきがなく、パターンダイヤで、毎時1便のみが運行されているという系統であった。その後ご基営業所が一時閉鎖となり、50位が、経路変更し、 三の通を通らなくなったため、ご基礎通りから妙見町の部分をくっつける形で、妙見町まで延長され、系統番号を49と改め名古屋営業所の担当に変更された。1998年の再編で妙見町、ご基礎通りを短縮、そして71が金山24。 に変更されるため通らなくなる東別院前からご基礎通りを残すためにくっつけて金山金山の循環系統に組み替えて金山13を名乗るが2001年に公共施設関連系統の小枠に変更されたその後地域巡回バスの新設により再び一般系統化され金山26に変更された日中は 昭和巡回と路線を共有しているのでそちらでの運転となる。地域巡回バスの一つ。2004年の再編で中区の路線変更により新設された系統である。旧番号は中区6。旧中区は公共施設関連系統で市役所、古沢町正木市役所という両回りの循環系統であった。その後、 名古屋行き始発に経路を変えて、6を名乗ったが、左右両回りを1時間ごとに交代する運行形態であった。1998年の再編で、名城線と重複する大津通りの運行を止め、坂江広小路本町大津正木金山という経路に直し、系統番号を再び中区都市車両も小型専用に変える。2001年の再編からは、 本町2の運行をやめて伏見通りを迂回するように、ルートを変更。またこの時に、金山からさらに東別院前、鶴舞公園前、新栄町を経由して、栄へ戻る、両回り、循環系統に再編成されたが2003年の、再編で再び東半分を廃止し栄、金山という経路に変わる。さらに新須崎橋や、 上前津に立ち寄るように変更されたのが現在の経路である。2010年の再編で全便がノンステップバス運行になっている。地域巡回バスの一つ。昭和区をさらに明大病院や矢後と日赤病院へ寄るように変更した経路になっている。矢後と日赤病院ご基礎通りは1998年の再編で廃止になった49 さらに遡れば50の経路の一部であった区間であり6年ぶりの復活である2010年の再編で全便がノンステップバス運行になっているもともとは日野自動車製の車両で統一されていたが入札制の導入や営業所の再編により現在では他メーカーの車両も多数配置されている配属されている車両は以下の通りである ワンステップバス、ツーステップバスは配属されていない。営業所敷地が狭いため、配置車両は少ない。厳密に言えば、1994年の再編までは、この系統及び、三木月地1の前身にあたる系統はすべて、幹線8として運行されていたが、金山と金城不等を直接結ぶ系統はなかった。六番町子発の支線は、 正規の経路と異なり、東海通交差点を右折し、中川橋底まで中川運河沿いを走行する経路を取っており、実質的に、明駅27の折り返し運用であった。さらに遡れば、東大曽根桜山町は、名古屋市営トロリーバスの路線であった。野波営業所が共感だったのは、大曽根中根、明音通り4丁目間のみ。 博物館 BT には乗り入れなかった。なお、本系統の送り込みのため、野波車庫妙音通り4丁目の出入庫路線が存在した。深夜1本のみの運転。方向膜の G 色には、感染系統を示す青色が入っていたが、側面、後面に、系統番号の表示がなく、実質的な出入庫系統であった。感染録画。 水北まで行かなくなったこともあり、野波は副端から外れている。沿線に高校や大学が多いためでもある。そのため、峠工事は満員で途中のバス停を通過することも多かった。ウィキメディアコモンズには、名古屋市営バス5基礎営業所に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。